葛飾北斎が長は沖本目の図に描かれた本木の断崖と大波マカドからの富士山 JR 根岸線の効果が見えるマカド本木本木通り満開の桜作用には首都高本木線が見える本木1 2緑地かつてのマンダリンブラフ本木は神奈川県横浜市中区南東部の地域名である北は山手西は根岸に接し東南は 東京湾に面する。地図上では、関内地区の南側、沿岸部一帯が、本木地区である。単に、本木という場合は、行政上の町名ではなく、複数の町名を含む、周辺一帯をまとめた、地区名を指す場合が多く、伝統的な通称で、本木地区とも言う。当地域は、大地が東京湾に突き出した部分にあたり、 かつて突端部の本木十二点と本木元町、本木三の谷の付近は海岸から断崖が切り立っており、本木岬あるいは本木の花と呼ばれ、潮流が複雑に流れて豊かな漁場であった。戦後、埋め立て計画が持ち上がった際、地元の漁協は反対運動を行ったが、1959年に町の発展と将来のために埋め立てに同意する。現在は、 海岸がすべて埋め立てられて、工場、埠頭などになっている。本木という地名は1442年に横浜とともに初めて記録に見え、本名と書かれたこともあるが、語源は不詳。戦国時代には芝浦、羽田と並んで、北条水軍の拠点が置かれていた。幕末、日本来航時に横浜周辺を測量したペリーは、 本木12点のオレンジ色の崖をその色からマンダリンブラフ、現在の本木市民公園周辺の崖をトリーティーポイントと名付けた。本木の断崖は横浜港に向かう各国の船の目標であった。現在でも南部の本木市民公園付近に断崖が残り、海岸の名残を止める。古くから継承地として知られ、外国人たちは 本木から根岸にかけての海岸をミシシッピ米と呼びその不幸を愛した。明治の実業家、原富太郎がこの海岸に構えた別荘は、現在、三景園の名で横浜の代表的観光地として知られる。現在は隣接して本木市民公園、本木臨海公園がある。マカドからは天候次第で現在も富士山を鮮明に見ることができる。 山手警察署からマカドまで現在は桜並木となり、春になれば桜吹雪の中を数キロにわたりドライブできる。太平洋戦争敗戦直後に本目12点を含む中央部が米軍に接収されるに伴い、住民たちは強制退去させられ、接収地域はフェンスで囲まれた。フェンス付近には英語、日本語兵器の警告板があり、許可なき者の立ち入りを禁ず、 許可なくして立ち入った者の生命、身体の安全は保障しないと表記されていた。必要に応じて、神奈川県警が警備に当たっていた。フェンス内は在日アメリカ海軍の住宅街、ベイサイドコートなどの施設となり、米軍ハウスあるいはターンに、ハウスなどとも言われ、日本におけるジャズなどのアメリカ文化の発信地でもあった。現在の本木バス通りの海側を、エリア1、山側を、 エリアにと称した。山手警察署の向かい側には大きな駐車場を備えた PX やボーリング場などの商業施設、ガソリンスタンドがあり、通りから丸見えであった。当地域は1982年に返還された。まっさらの広い土地はエリア分けされ、住宅地、ショッピングセンター、飲食店、公園などになった。地域は、いわゆる鉄道地帯で、 地域内を走る旅客鉄道はない。周辺にある駅では JR 根岸線や山手駅が一番近いが、バスは本数が少なく時間帯によっては通らない地域が存在し、徒歩は20分から30分はかかる。そのため横浜市営バスによる石川町駅、横浜駅、桜木町駅や根岸駅からのバス交通が発達し、当地域には欠かせない交通手段となっている。 また当地域を結ぶ計画の横浜市営地下鉄グリーンラインは横浜市内の主要駅を新井の事情に結ぶ計画であるがその中の横浜駅から根岸駅の区間は横浜高速鉄道港未来線で結ぶことも想定され地元住民の利便性向上が期待される一方で地下鉄工事による道路の渋滞を懸念する港湾関係者、運送業者や ストロー効果を危惧する地元商店街は反対する立場を取っている。現在、NPO 法人の横浜に LRT を走らせる会及び本木ライトレール設立準備プロジェクトチームにより次世代型路面電車ライトレールの導入を根岸本木石川長官で行おうとする活動がある。本木の海岸はべて埋め立てられ、根岸湾周辺には 石油化学工場が並ぶ。北側の本木埠頭は A から D までのナンバーが振られた特定を持つ広大なコンテナ埠頭であり、ガントリークレーンや隠し工場が立ち並ぶ横浜港の貨物取り扱いの中心となっている。また、沖合には新たなコンテナ埠頭である南本牧埠頭が完成している。横浜市編入時は本木町と北方町だけだった。 1933年までに旧地名に沿って、いくつかの町が起立。さらに戦後の埋め立てや住居表示の実施に伴って、新しい町が起立して、現在に至る。なお、本木を鑑賞する地名は、埋め立て地を除き、本木町から分立している。山手町は、旧倉木郡北方村であるが、本木地区には含めないことが多い。 東京にある鈴本演芸場の前身、本木亭は、向かいの店が、金沢という屋号で、周囲の景色も横浜に似ていた。そのため、横浜の金沢区と、根岸湾を挟んで向かいにある本木から名前を借りて、付けたという。ただし、それは、誤りとする説もある。ありがとうございます。